さてさて、ここもまたおしゃれなフォントのお店にやってまいりましたが、八空腹ここでも満たしていきましょう。六位星の宣言通りも栄食は禁止だ。栄食って栄を食べるってこと？あなたもなんかヌラヌラしてるね。それから遠離系のやつ、新定番料理を探し回ってる。俺が思うにあいつには創作料理の専門知識が欠けてる。本当は調理前に食材を落ち着かせねえと。ん？食材を落ち着かせる？と、う、なに？え、なに？は？ん？ふぐちゃん？ハリセンボンフグちゃん？落ち着いた。落ち着いたぞ。どうなんだこれは。なんだ？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 なんだたまに？丸焦げになっちゃったけど。あんたのフライパンさばき見てるだけで落ち着くよ。ありがとうございます。跳ねてくるかもなんて思いもしなかった。びっくりしたよ、私も。なんかたまにポンポンポンって。でもまあまあまあ、G とかに比べたら全然、めっちゃ怖かう。全然ね、やつらカサカサ動くから、あれだったけど、ポンポン飛ぶぐらいだったら、楽ですね。よう、調子どうだい？そうかそうか。草はボロボロじゃないか。でもどっかで見覚えあんぜ、その花。停電の時はいつだってお前の花を日時計？日時計？にしてたっけ。とりわけアルゼンチンと戦争してた頃は、今は腹減ってないんだ。でも後で味合わせてくれよな。なんかすごいいい感じのいい人ですね。あ、雪を感じてるね。雪降ってないけどね、もう。さすがにここは。さてさて、何ですか？何かの強盗とかですか？あなたは、なんか被ってますよね。さすがにね。鼻の穴とか口ないしね。どうもどうも。この頃怒りっぽくてさ、発散しなよ。六位星のやつ、町を絞りに絞って。腐った果肉しか残ししない。別に変わってなくないか、マジ。あんたちゃんと見てないだけ。飯馬だし、誰も嘆いちゃいない、見た感じ。一度くらい充実したいってだけ。もし私が木吸ってたら、落ち込んでる証拠だから。タバコ的な？なんだ、めっちゃいるした。え？結構いるぞ、今回人が。結構会話だけの人も多いのかな。たい焼き軍人ってやたらここに来たからの街の吐きだめに。なんだかな、涼しいからかな。個人的にはちょっと塩辛すぎるけど。え、気温と味覚が一緒のタイプの人？でもここが六位星の原点なんだ。だから当然イケてる料理人の聖地になってる。個人的にはもっとシンプルでいいけど。おお、魚？なんか普通の魚っぽいね。なんかん？おお、ピッチピッチ、チャッパチャッパ、トゥービートゥービー、ダバだわ。これでひっくり返さなきゃいけないのか、これ。待て、ちょっと待って。ああ、悲しい。ちょうどよかった気がし、あ、ちょ待って。あなた、ぬるぬる動きますわね。なんか、ぬるーってどっか行っちゃう感じだ。気をつけないと。あんまり端に行きさせすぎても良くないのか。よし。ちょっと待って。あ、危ない。タバコ。どちらも。正反対の方に飛び立っていきましたね。まさかの相反する感じで。うわー、ちょっと待って。これ。はい。あ、やばい。おいで。あー。難しいな。意外と飛びすぎる。なんか結構重量がある感じがする。で、ぬるーんと、だから、あんまり飛ばせすぎちゃうとあれなんだけど、かといってやらなさすぎても、よくない。このフライ返しで、フライパンの上に戻ってこさせるっちゅうのが意外と難しい。タバコがね、切れちゃうとか関係なしに。よいしょ。どうだ。あー、うまくいったのに、タバコが。よしよし。ちょっと奥の方にひっくり返す方にやっていきましょう。横向きでね。OK だよ。もういいよ。あとはもう成功するだけだから。ちょっと待っててね、みんな。ちょっと待ってね。みんな待っててね。みんな。ぐん。めっちゃ悔しい。魚も立っちゃうぐらいには悔しい。お前も悔しかったよな。わかる。一緒にね、一緒に頑張ってきたもんね。一緒に両面を焼かれてみようっていうお前の気持ちと、焼いてあげようっていうこちらの気持ちみたいなものが噛み合ったはずだったのに、タバコが邪魔してきた。あ、ダメだ。絶対なんかやりやすい方法とかはあるはずなんだよね。よし、いいぞ。うまい。うまそう、この焼き目。なんか人間って焦げを見ると美味しそうって感じるに、なんか性質があるらしいね。ふむ、魚と相性抜群だったよ。必要なら僕のはいい。ん？使えないよ、保釈金に。え、そんなになんか素敵なものをご提供できたのかしら。
喜んでいただけるのは嬉しいけど、なんだこれうまそう、鍋みたいな。左側、どうも。レストランでさ、ナプキンの新しい使い道見つけたんだ。なんかすっごい手になんか、もしかしてロボットとかなのかな。なんかあの頭ルンバちゃんとかもいたからさ、この子たちもちょっと剥がれて、なんか中のメッキが見れてきてるみたいな感じ。どうしたの？ナプキンってあの口拭くあれでしょ。どこ行った？おー、遠くなったな。おーおー、なに、怖い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 。進み方怖い。お星様がなんかおへそんとこあるね。可愛いね。タトゥーなのかなこれ。悪い、なんか言えると思ったんだが、監視で目いっぱいだ。何も言えね、見てるだけ。ちょっと難しい、難しいな。あなたは違うのね。あなたは陽気ですね。どっちの靴下をどっちの足に履けばいいんだ。まあ右足のやつは右足に、左足のやつは左足に。でもなんか結構靴下って分かんないよね、どっちが右とか左とか。適当に履いてるわ。5本足じゃなきゃいいでしょう。好きにしなよ。どうしたの、なんか口につけてる、ちっちゃくないそれ。知るわけないじゃん。あんたなんて盛大に葬られちゃう。怖い怖い話してる。あ、鳥ちゃん鳥ちゃん、どうもどうも。あれ、あなたもなんかあの何か被ってる式の、なんか目にピシッてなんか刺さってるけど大丈夫ですか。どうした鳥野郎。よう、この鳥どもがどうなっか知ってっか。警備に見張り頼まれて連中の妙な鳥に言ってさ、よく見とけってね、乱暴に。泣きそうだったな。育てんのは構えやしね、気も紛れしな。ただ連れ去った先、こいつらがどこに行くのか知りたいんだ。食べられちゃうんじゃない、チキン、チキンとして。無視も悪くなかった、新体験って感じでさ。10年で捕まったんだ。6位生にいないいないバージョンかかましちまって、なんで聞こえたんだか。それにもちろん当時は思ってた、罪に対し罰が過ぎるって。だけど大人になるにつれ分かってきたんだ。でもその機会には感謝してるよ。あんた見たくなるとこだった、ニュートリアルになりすがっちゃう男。え、なんかバカにされた今。ポン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 。でも食べたいんだろ。じゃあ感謝しな、食べさせてやっからよ。ちょっと焼けてからでもいいか、この子たちが。危ない危ない、なんでちっちゃくなるんだたまに。ちょっと待って、これで軽やかすぎて目玉焼きひっくり返すの大変だったりせっか。ちょっと待ってな、こっちにいてもらって。見えないけど、はあ、悲しい。ポンツコ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 、この跳ねる音でも好きだよな。なんかこれは何、フグハリセンボンとかっていう。あ、え、黄身割れますけど、それはそんなぶっ刺さったら。ちょっと待って、いっちゃおう。どうだ、あー跳ねてった、軽快に目玉焼きが跳ねていった。あー、ちょっと待って、落ちちゃう。立ってる。やばい、いけるか、気をつけろ。よし、で、あとはパンタラもちょっと焼いちゃうよって、焼いちゃって、よし、うまい、うますぎる、これは天才だ、天才すぎるな。目玉焼きは何個火通してきたと思ってるんですか。楽しかったな。6位がまだ見てるといいんだが、6位は何なんだよ結局、わかんないよ。これでじゃあこっち降りていきますか。はいはい、ん、大丈夫ですか。鳥絡みの議論もううんざりだ、料理の話すんのもな、あといい。なんでも誰も赤の他人と政治談義したがらねえんだ。矛盾した情報を見ろ、もっと世界に現実感を持て。わ、すっごい道、やだやだ。なんかあの政治のね、よくなんかテレビとかで言ってますよね、ニュース番組みたいな。な、一回も見たことないけど、ちゃんと。他のベジタリアンが魚を食べる理由理解できなくって。私が食べるのは見た目が好きだから。なんか可愛いっすね、前歯出てる、うんって。なんかお馬さんみたいな可愛い子、え、目、仮面ライダーの目じゃんこれ。もうなんか口にもつけてるし、あいつ見てるか、あいつ動揺してんぜ。あいつの魚お前が目の前で食ってっから。食ってねえよ、あいつ愛着強すぎ。あ、この人がってこと、この人があの人から買った魚目の前で食べたらすっごい見てくるみたいな。それはちょっと恥ずかしいからやめてほしいね、照れちゃうよね、あまり食べてるとこ見られると。苦手だな、食べてるとこ見てくる人。ちょっとドキドキしてうまく食べれないよそんなの。ちょっと待って、よしよし、で、あとお肉。このゲームの一番いいところは、あの焼き目の色がめっちゃうまそう。ベーコンしかり、お魚しかりで、この子も焼いてから、ちょっと、やだな、ちょっとベーコンが、あ、待って、帰ってきて。よし、あ、よし、
すごかった、スーパーボールになってたもん。よし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 かわいいな、ハリセンボンの口。で、ちょ、飛ぶときは、危ない。ちょっと、いい加減落ち着いて、よしよしよし。わかんないね、このハリセンボンの飛ぶタイミングが。急になんか跳ね出すから。うまい。うますぎる。ちょっと待って、あ、やばい。タバコがやばい。どうだ？どうだ？いけるか？どっちが早い？これは、時間との勝負。あ、待って。よし！うまい。危機一発過ぎた。ありがとな。すごい近い。四空腹。近い。近い。まあ私なんですけど近づいて。かわいい。どうも。お前ってマジアルデンテ。マジ自分主義。ちょい自分勝手がもう何これ。何これ、エビ？茹でた魚の爪でクリーム添えっていうか、波打つ記念碑っていうか、頭からつま先までびしょ濡れっていうか、っていうかが口癖のタイプ？なんか動物の森にいそうだね。一つ目と二つ目の悪口への反論はたやすいけど、三つ目に関して黙り。ん？なんだ？なんか切ない顔してる。見るに耐えない俺の魚が食われるなんて、あいつらにそれが喜び。まだ足りない。もっともっとだ。俺は釣れる。でも俺は料理できない。あのクソロボ、教えてくれない。買い取って持ってくだけだ。あんたのノウハウ、見せてもらえないか？え、あなたがやってますね。あなたがやってますね。うわぁ、これ、待って、反転してるわ、右と左が。あ、やばい、むずいこれ、やばいぞ。やばいぞ、あ、たたたたた。ちょっとあんまり変に動かすのやめよう。右が、右の方に持ってくと左に行っちゃうみたいな。こうか。うわ、こういうの超苦手だわ。あー、やばい。難しい。超苦手。慎重になっちゃうわ、これ。ちょっと、まあ、でも時間かかってもいいから。よしよし。わかんない。こっちか。やばいやばいやばい。って、混乱するとダメ。混乱したらダメ。混乱したら終わる。慎重に行こう。まあ、ベーコンも立ってることですし。やばい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 。パニックになるとわけわかんなくなるから、ゆっくりゆっくり。今、目玉焼きもゆっくりでひっくり返せたわけだから、こうか。こうか。こうか。やばい。やばい。もうほんとこのゲームやっててさ、集中しすぎて口数めっちゃ減るんだよねー。ちょっと。やばい、ひっくり返すの超難しい。やばいな、ちょっと待って。やばい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 。これは難しいぞ。やばいな、どうする？ひっくり返すのマジむずいぞ。ちょっとベーコン。やばい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 。やばい、こっちか。なんか分かっているようで、脳で分かっているようで分かってない。あ、こっちね、こっちね、みたいな。あ、じゃあそっちに行きたいときはこっちね、みたいな。なんとなくぼんやりは分かってるんだけど、なんか手が勝手に動く。ちょっと待って。こうして、こう、あ、OK。待って、じゃあこうして、こう。はい。うまい。ちょっと待って。ベーコンちゃんも。やばい。ちょっと待って。目玉焼き。やばい。やばい。落ち着け。緊張するぜ。ちょっと待って。目玉焼き先焼いちゃおう。もう。こうなったら。一個一個やってこう。で、目玉焼きもひっくり返っちゃってももういいようにする。ちょっと大丈夫ですかね、それ。お肉ちゃんが下にいるの困っちゃうんですけど。ちょっと待って。どうですか？どうですか？やばい。新しい難問、壁が立ちふさがってる。やばい。なんか、外でカラス鳴いてる。カッカッカッカ、うるさいな。聞こえるぞ。あ、やばい。大合唱。よし。待って。あとは、ベーコンちゃんは、こうして、よ。いいこと思いついちゃった。天才かもしれない。天才だ。ちょっと待って。いや、これは、マジで、全然良くない方法だったわ、分かってるけど、マウス逆に持つ。これでいいんじゃないか？ちょっと待ってね。ひっくり返すのうずいぞ、でも。ちょっと待って、わけわかんなくなってる。こう。人が手前にいるっていうのがもうわけわかんなくなってる。ちょっと待ってね。よし、いいぞ。ベーコンがいけた。今、マウスは逆に持ってるから、もう左右の反転は治ったの。セコ技使って、治りました。
なので今を頭が混乱するっていうことはないんですけど、だからもう失敗はできないよねっていう話だよね。人が手前にいるの落ち着かないな。よし、うまい。わかる、この急な急激な成長。ゲームの特性をフルに無視した攻略法です。ありがとう、本人切るよ。本当にみんな知らないんだ、自分たちが何を見失ってるか。育てたものへの愛情ですかね。ちょっとそれどころじゃなかったっす、正直。俺にはやらない、あんたみたいには連中に守れてずっと前に仕事への愛情が目から消えちまったんだろ。目の前からってことかな。俺も愛することをやめたくない。ルクへそう言っといてくれ、俺の代わりに。オッケー。なんかよくわかんないけど、なんか喧嘩売ってたよーって言っとくね。お前がどうどう、元気してる。なんか毎回来るな、本当に。エベレスト頂上で卵が焼けるの何人に聞いてるんだこの人は。あ、だよね。でもやってみたくてさ。自信ないのか。なんで？こうして聞いてるから。俺の意見が欲しいんじゃないんだろ、誰かに知ってほしいんだ。何を？サーナ、野心家なとことか。ちょっと短絡的すぎか。無難なゴールより突飛なアイデアだよな。そうだ、不可能に挑戦したいんだろ。自分に何か証明したくて、何者にかになりたいみたいなことですか。それでも他人にヘマするって思われてホッとしてんだろ。成功したら最高、賭けに勝ってんだしな。失敗したらまあ誰もがっかりしない、予想通りだしな。考えすぎ、卵焼きたいだけだって。話すらしたな、ビビってんのか。すごい、なんかどん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 なんか深い話になってってる感じですかね。え、何、魚、何これ。絵の養殖で20代台無しにした気分だ。これからどうしろって。上層の者がメニューを変えてしまったらもう誰も料理しない、途方に暮れるしかない。わあ、エイちゃん、エイちゃんの後ろとか下のところの顔好きですよ。これでかすぎて入ってないっていうね。これひっくり返すの結構大変だな。ピザと、あ、焼けるの早っ。すごい、なんかすっごい綺麗に背中だけ焼けてますね。ちょっと待ってね。さてさて、よく焼き、よく焼き。これどうすればいいんだろう。踊るウェイ。うまい。うまい。あ、やばい。最後に人殴りだけしときました。最後にね、気絶させて、あの苦しい思いをさせないように、ちょっと尻尾の中入っといてくれた方が良いのかな、これ。どうだ、うまくね、今の。めっちゃうまい。そして、いい焦げ加減。急になんか、ゴジラとかのなんか出てきそうな敵みたいなグロい感じになったな。この味20代まだいける。なんか希望が見出せたのかな。よかったよ、それなら。あなたは、あなたもエベレスト聞いてくるタイプの人。ごめん、カメラの前でしか食べないんだ。自分の価値分かってるからね。なんか食べることがあんまり良くないことってことなのかな。密輸入的な違法玉の子だから良くないのか。気づいた時には海フラミンゴの成長に囲まれてたな。こっちはじっと見つめて身動き一つしなかった。死ぬかもって感じたよ。それは怖いね。結構でかいもんな。フラミンゴのハミングがネオンサインみたいでさ、忘れられない。ゾッとするほど美しかった。海賊王にでもなれますか、その感じだと。帽子とか。今夜はいい夢見れるはずなんだがな。見れるといいね。絶対寒いけど、あ、やっぱロボなのかな、腕がね。義手かな。息子が死なせてくれなくてね。私を取り替え続けてるんだ、少しずつ。私自身は自己喪失を別に気にしちゃいけない。少し浅はかかな。息子はほぼ全身取り替えられた。それでも息子を感じるよ。それでも食欲だってあるんだ。だが死に接するにつれ不安が張り詰めてね。まるで吐く寸前みたいだ。体をどんどんなんかロボットに移行させられてるのか。病院街じゃいつもここで釣りをしてる。食べられるうちに食べないとな。次は舌を取られるんだ。舌取られちゃったら結構大変じゃない。なんかうわ、ちょっと待って。うわぁ。これは大変だ。これは大変だぞ。魚をひっくり返すのも大変なのに。ちょっと待って。ちょっと、おじさんの話とかの考察もしたいのに。ちょっと、待って。やばいな。あ、どこいた？あぁ！ダン、ダン、ダラランダン、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 ダン。何の歌だっけだ、これ。ひっくり返ったのに。難しすぎるだろ、この二大巨頭。難しすぎる。ロボットが、おじさん、息子もってことは、だから多分普通に人だったのかな。普通になんか、ロボットでも家族ができるみたいな話なのか、普通に生身だったけど、取り替えられてるって言ってるから、人間から、だから長生きするために、
頼む頼む頼む、こっち来んな。腕をトン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 と登ってくるんじゃないよ。もうどうなんでしょうかね、みんなそういう感じなのかな。なんかみんなチューブみたいなのつけてたりとかもするもんね。どうなんでしょうかね、あの軍隊さんとかもみんなロボットなのかな。どうする、みんなはさ、体がさあ、体取り替えてなんか長生きできますよみたいな意識はある状態で、普通に今までの記憶もある状態で体をロボットにして長生きすることができますみたいな、壊れるまでみたいな、やる？おー、あうーい、あー、どうなんだろうね。なんか体が、まあでも自分がさ、親が産んでくれた体だからみたいなタイプの人もいるじゃないですか、まあ、そういう人たちだったらもう無理なのかな。もう無理です、まあ、自分が自分じゃなくなるみたいな。でもそんなことはないか、義肢とかさ義足とかあってさ、別にそれでも自分には変わりないわけだからさ、体がたとえ全部変わっちゃったとしても自分の記憶があるんだったら自分だよな、自分は自分だよな。そうだよな、フグ頼む、帰ってきて。スポッチャ行きたいな、運動したいな、バスケとかしたいな、もう全然動けないんだろうな。アーチェリーとかやりたいな。意外とね、意外とできるんですよ、アーチェリー。なぜか、なぜなのか知らないんですけれど、なぜか。いやー、ウィースポーツも買いたいな。そう考えたら、なんかもう疑似でいいから、疑似的でいいからスポーツをしたい。なんか体を動かしてる気分になりたい。腕振るだけでもね、まあ十分な運動ですよ、私からしたら。もう本当に、あ、ちょっと落ち着いて、ちょっと待ってね、集中する。なんか昔はさ、学生時代とかさ、体育の授業とかさ、なんか何やりたい種目じゃなかったらさ、なんかめんどくさいなとか思ってたけどさ、あれが本当は良かったんだよな。定期的に週に何回かさ運動してさ、今なんかさ代謝も落ちてさ、もっとさ、もっと運動しなきゃいけないのにさ、無理なんだよ。運動自体は好き嫌いじゃないんだけど、でもなんか一人でやる気にならなくない？友達と遊ぶとかさ、そういうのだったらいいよ。そういうスポッチャ行ったりとかさ、例えばなんか体育館借りてとかさ、わかんないけど、やったことないけど、なんかできるんでしょ。そういうのだったらさ楽しいんだと思うんだけどさ、正直そんな人数揃うほど友達っていなくね。そんな近場でさ気軽にさ集まれる友達なんかいない。みんなそれぞれあるわけじゃないですか、人生がね。え、学生の頃より忙しいわけですよ、大人になると。なんか学生の頃って超暇だったなって思うもん。てかあんな毎日、よくあんな毎日なんか友達とかと遊んでたなって思うぐらい時間あったもんな。まあ忙しい子は学生さんでもね、もちろんいると思うけど、なんか勉強とかさ、まあ、塾習い事とかさ、部活とかさ、全力でやってる人たちはねえ、それこそ忙しいとかあると思うけど、マジで毎日遊んでたな。たまに部活行ってみたいな、遊んで、まあ、ほぼ遊びみたいなもんです、部活も。で友達とさ、なんかさ、クラスで仲良かったりとかもしたからさ、もう本当にクラスのなんか 10人はいかないかなくらいで、なんかゲーセン行ったりとかしてさ、でなんかあの何リズム系のゲームみたいな、おい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 、何もう何にも分からないけどさ、なんか何太鼓の達人とかなのかなとか、なんかあのなんかあんじゃん、リズム系のゲームみたいな、あのなんかみんながやってて、あとなんかプリクラ撮ったりとかなんかして遊ぶみたいなやってた。でもなんかまず、あ、よし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 、みんなやってたんだ、お前跳ねるな、みんなやってたんだけどさ、毎日だけさ、そのゲームをやったことがなくてさ、だから何にも覚えてない。どういうゲームの名前だったかとか全然覚えてないわ。今の君の目美しかったよ、ありがとう。どうした、落ちたりしないよね、大丈夫？え、あ、落ちた、え、落ちてる、ルル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 、びっくりした、戻ってきた。え、おじ、最後になんか美しい目を見て、なんか決心固まったんかな。あ、どうも、この魚たち家族なんだ、そう感じるんだ、この目で見るまで信じられんな。始まった、やばい、始まった。まあ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 、いいでしょう、懐かしいな。ちょっと話戻っちゃうけどさ、ああいうなんかみんながね、みんながゲームしてるのを見るのも好きなんですよね。ちょっと待って、先にこのでかい魚をひっくり返しちゃおう。よしよし、うまいぞ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 、
で、そういうのを見て、わみんなすごいなみたいな、すごいなんか手さばきだなみたいなことを考えてましたね。ちょっと待って、かぶってるな、かぶってるとダメなんかこれ。そう、多分音ゲーみたいな、そうだ音ゲーみたいななんか言ってた気がするな。ああいうゲームなんかやつやってたりとかしてましたね。まあやったことないんですが、あの多分なんですけど、多分っていうかまあほぼ確なんですけど、あの私リズム感が多分なくて、ああいう系多分できないんですよね。見てても難しそうすぎてできないですもん。あんななんかパシュ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 、なんか的に合わせてさ、音楽に合わせてなんかボタンを押すのできないですわ、あんなの。ちょっとあなたいつまで乗ってるの、あなた小魚ちゃん、ずれなさい。あ、よしよしよし、そいそいそい、よしよしよし、そい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 、天才じゃないか。これでここ終わりだな。今回も結構まあまあ言ってもスイスイで終わったんじゃないか。とんだ再会だ、ショーありがとうといたしまして、これで0空腹か。え、おっと、じゃあもうあの6位生のとこ行って終わりなのかな。行ってみますか。懐かしいな、なんか切ない気持ちになる、ああいう若かった頃思い出すと。あれ、こっちで合ってるっけ。何の疑問も抱かず出てきちゃったけど、合ってるかな。行ってみるか、あっち6位生のところ、なんか人たくさんいるから左から行こう。今の子たちもさ、なんかどういう遊びをしてるのかな。6位生ならあのドアの向こうだ。あれあれ、27に身体恵んだら考えよう。たくさんいるんだ、たくさん入ってる。あれ、これどうすればいいんだ。他にもやる必要なのかな。あ、入れる、入れる系、自動でも27人やったら入れるのか。え、1スティールハングリー、ちょっと待って怖いんだけど、何、え、ちょっと待って怖、え、何、え、ん、胃袋、え、ど、え、どういうこと、な、な、え、なんだなんだ急に始まったぞ、マジで世界観が独特すぎてむずい。えいや、あ、いやいや、いや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 、あ、いや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 、そんだけ回転して裏返んなことあんのかい。ちょっとね、一個じゃあ確実に焼いてからもう一個行きましょうかね。はい、あなたじゃないよ。あ、そう、あー、うおー、ブロン、うおー、ちょちょちょ、うまい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 、いいです、これで OK。 おー、なんだなんだなんだ、え、待って、これ失敗したら1からとか、そういうこと、そういう可能性ない。ここが終わったら今1個前のとこ戻されちゃうとか。え、これさ、だってさ、待って、最初で2枚でしょ、6位生だったら6個やらなきゃいけないわけじゃん。7個最後焼くってこと、入らないよもうそんなに。とっ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 と、まあ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 、これを1個焼いてからにしよう。確実にいきますかね、確実に。よし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 、いいぞ、うまいぞ。目玉焼き焼くだけだったら任せてください、もう恐れるものは何もないです。よしうまいうますぎる、うますぎて怖い、逆に怖い。なんかあばらの骨みたいな感じ、やばい、マジで増えていく感じか。7枚のけられるかな、のけられる、でも任せてください、もう7枚だ。でもかぶってきたらちょっと大変かもな。ねえ、ちょっとあなたじゃないんだけど、いいぞいいぞいいぞ、まあまあまあしょうがない、1枚ずつですけど、皆様ちょっとお待たせしてしまいますが、少々お待ちくださいませ。あ、なんだ、1回出したぞ。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。目玉焼きってでも両面焼きの人っているのかな、やっぱりいそうだよね、世の中、あっぷな、世の中にいろんな人がいますから。目玉焼き、え、どな、なんか口みたいなのあるけど、え、怖っ、え、なんかいいね、上に行けば行くほどその食べられていいね。皆様、目玉焼き何味派ですか、何かけますか。あ、ちょっと待って、かぶらないやつとかもいいのか。よし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 、私はもう醤油一択でございます。ソース派とかもいるよね、お父さんソース派だったな確か、なんか何でもソースかける人なんだよね本当に、マジで。あの千切りキャベツとかああいう系、なんか生姜焼きとかかな、のなんか千切りキャベツとか、なんかあの付け合わせっていうのかな、のキャベツとかもソースかける派で
マジ終わったかと思った。もうお父さんの話しないわ。ちょっとお父さんの話したら終わるかもしれないから、ちょっとなんか違う話しよう。なんだろうな、じゃあお母さんの話する？あ、すごい。お母さんは多分醤油です。てか多分あとみんな醤油なんじゃないかな。ソースマジ一人だけだね。いやでも醤油はもうあの普通の醤油じゃなくて牡蠣醤油を使い出したからマジでもう戻れなくなった。普通の醤油にもう牡蠣醤油ラブすぎてもう無理。他の普通のキッコーマンの醤油とか無理。まあ物にもよると思うけどね、もちろん。けどもう基本的にはもう 何食べるにしても牡蠣醤油にしちゃいますね。あの最近ってなんかボトルのあるじゃないですか、なんか密閉されて真空みたいな、危ない、なんか鮮度がそのままですよみたいな、あれのタイプのなんか牡蠣醤油があって、まあ多分どこでも売ってると思うんだけど、まあ、全然メーカーとか覚えてないんですけど、赤みがかった肌色みたいな色のボトルのやつ、あれ美味しい、あれマジ美味しい。なんかちょっとやば、マジでおすすめの牡蠣醤油あったら教えてください。他にポン酢とかもね、なんか好きなんですけど、ポン酢とかもね、なんかもあ、おお、ルル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 ル、ま、回りすぎだろ。もうそういうのもなんかいろいろと試して美味しいやつ見つけるの好きなんですよね。ポン酢マジ強ない、最強だよ。おおおお、ニワトリさんどうも、あなたの卵ですかね、すいません、たくさん焼かせていただきます。やばいだろ、待って今何個目、1,2,3,4,5,6 だから今5個目か、5段階目まで来たってことですね。さい、よしよし、うまいぞうまいぞ、マジでうまくない。目玉焼きに関しては、あとなんかマヨネーズとかもねいいですよね。目玉焼き、あの醤油とマヨネーズとかねいいですよね。マヨネーズとか昔子供の頃得意じゃなくて、そう、なんか醤油か塩かポン酢しか食べれなくて、もうやばいよね。ケチャップとかも苦手で、ケチャップ、ソース、マヨネーズが苦手で、だから多分オムライスとかも好きじゃなかったんじゃないかな。あとなんかその揚げ物系とかはもう基本的にソースかけるのが嫌だから、でなんかあんま脂っこいもの得意でもなかったから、ほぼ無縁でしたね。うわーと思ってた、出てきたりとかしたら、てか食べなかったと思う多分。いやだから大人になってね、食べれるようになって、まあそれでもまあそんなになんかの、なんだろう、マヨネーズ何でもかけたいとかはないけど、だいぶ幅広がった気がしますね。やばいよね、だって子供だよ、幼稚園児が醤油ポン酢塩好きですとか言ってんの。今考えたらどんだけ年寄りじめてんだよみたいな、もうちょっとあるだろ可愛げのあるものみたいな。ハンバーグとかも多分そんな好きじゃなかったね、デミグラス系美味しいとは思うけど食べたいと思わないみたいなやつでしたね多分。マジでほんとめんどくさい子供だったと思う、本当に。今もだけどね。今も結構偏食気味だあーとは言われるけど、まあでもだいぶ食べれるもの増えたな。ピーマンとかね、昔ダメだったけど今じゃ大好きですからね。もうだから嫌いなものを嫌いなままにしとくのはちょっとあんま嫌だなと思って、定期的にチャレンジするんですけどね。お、よし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 、いいぞ。なんか人の顔みたいなのあるぞ。見てるな、こっちを。ん？左側は手だな。え、一個。まさかの。え？またこれじゃあ食べさしての、あれ？システムのやつですか？あんま見ないでもらっていいですか？恥ずかしいから。はい。はい。いや、これは最後だからちょっと綺麗に決めよう。こう。こう。うん、まあ、そういうバウンドみたいな、やっぱりそれで味わいを深くさせるみたいなことなんで、今のはテクニックです。え、どうした、緊張してるわ今、最後だし見られてるし、何事もやっぱ緊張しいなんで、見られてるとできないんですよ。あの、わかりますか、目閉じといてもらっていいですか、あと手なんかこちょこちょするのもやめてください。それ左の方でちょこ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 、そんなのなんかちょっと気になっちゃって集中力が欠けるんで。どうも、6一世ですか、あなた。ん？エベレスト頂上で卵を焼ける。お前だったのか？お前だったのか？ん？どこ見てんだ？考えたこともないがね。無意味な問いかもしれんな。私にとってはね、なんであれ。ん？ドゥンドゥンドゥン。
だがしかし、このお手手は？お手、ん？何？ごにょ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 。あ、おいやおいや、開いちゃっても大丈夫なタイプなの？え？大丈夫？なんで開いたの？目玉焼きを取りたかった？ん？手焼くとかじゃないよね、大丈夫だよね。手放しちゃったよ。お前の商売道具。え？あ、手繋ぐの？そんなに腕長かったんだ。なんか手首とかで切断されてるのかと思ってたよ。ん？あ、これ、なんだ？進めばいいのか、マウスで。なんだ？ちょっと、なんだ？なんか、融合してる。握手。ん？何？六位生とお供になったってこと？お友達？マブになった？教えてくれ。待って、なんで戦闘機、戦争始まんのこれ、大丈夫？え？待って、動かせるこれ、なに、え？なんだ、なんかいるぞあそこに、人が、ちょ、なんだ、この、なんだ、動かせるのか、これは、よくわかんないの、動かせてんのか。ちょっとだけずらすことができる。あそこに人いるけど、なんかすごい右とかには行けない。ここまでしか行けないな。なんだ？上行こう、上。上に行こう。なんか排気ガスえぐくない？こんな黒い煙出んの？もうこれ一吸いでもしたら即死するレベルじゃない？で、何だったんだ？最後は何だったんだ？6院生となんか握手して、マブになった。選ばれたらこれ。あ、これ出れたってこと？主人公脱出できたってことだよね、多分。六位星に目玉焼きをたくさんごちそうして、許してもらったってことだ。エベレスト。え？動ける。エベレスト頂上で卵を焼けるじゃん。誰？あなた。なんか一緒に来たのかな？あ、あなたじゃん。どこまでもその質問をやめなかった。両面焼けでね、いつも通り。超綺麗だったんだ。え、追突してるけど。終わったやん、これ。え？何？これ、ジャンプとかもできないしな。なんだ？どこに行くのが正解なんだ？わかんない。え、これ落ちちゃったらダメかな？さすがに。もうこれは、でも諦めるしかないよな、これ。ダメだ、帰って、え、なんかすごいところに戻された。こっちはじゃあ、逆側。エベレスト頂上だか、あそこに行けばいいのか。頂上っぽいよね、あそこ。なんかしかも、なんかあるよね、多分。台みたいなのが。あそこで、エベレストってこんな形なの？なんかこんな、なんか、ちょっとだけ出っ張りありますよ、みたいな感じなの。てか、絶対寒いし、でも体がロボットだから寒さとか感じないのかな？じゃなきゃこんな凍えじゃないよね。しかもだって、あんなさ、飛行機をさ、追突するような形でやっちゃったらさ、もう帰ってくることもできないわけでしょ？なんだあれ？焚き火？いや、火は無理だよな。なんだ？コンロ？鍋？フライパンか？なんだ？石の上にあるのか。ん？鶏？鶏じゃない？この画質のあるさ、ちょっと不安だけど。鶏だ。鶏、どうも。頂上で卵が焼ける？チキンだけど。卵じゃないけどな。ん？何？ん？なんだ？あ。なんかさ、触りたくない。そこ触るのやめなよ。え？何？なんかだんだん暗くなってってるけど、わかんない。何？なでなでしたぐじゃ。なでなでしたこ。卵は焼けなかったっていうことにして。なでなでしたこ。なるほど。なるほどかはわからんけど、最後の最後までマジでなんて言うんだろう。読み取ることができなかったことが大変申し訳ないし悔しいという気持ちでございます。何だったんだ、みんなには伝わったかな、この何をこのゲームを通して伝えたいかみたいなものを。伝わってるかな、どうだろう。まあ私的にはやっぱりこのゲーム結構長かったね。2時間半ぐらい ?3 時間弱ぐらいを通して、このゲームを通してですね、3時間弱ぐらいかやって、まあ私の中で感じたもの、受け取りました。目玉焼きは、醤油だ。